今日は山下達郎についてジャーニーさんが話すみたい。私はホストクラブに行ってくるけどね。バイバイ。ちょ、待てよ。ちょっと俺たちに話を聞いてほしいんだけど。いいよ。音楽界のヤマピーが窮地に立たされているわね。山下達郎はそんな呼ばれ方をしているんだね。今回はジャニーズのことで申し訳ないよね。そんなことないわ。ヤマピーも同罪よ。同罪って？ジャニーズから仕事をもらっていただけでしょ？表面的にはそう見えるでしょうね。実際は違うんだ。彼もジャーニーさんと同じ製菓会社の一人なの？製菓会社？お菓子作りが得意だったっけ？どういう白ばっくれ方をしているんだよ。面白くなかった？本当のところはどうなの？言うのをおっしゃる通り、ヤマピーも男を食い物にしていた一人よ。そうなんだ。これまでの彼の楽曲の解釈が歪んでしまうね。でも私と違うところは、ヤマピーは女ということよ。え、達郎は女なの？じゃあ竹内まりやは？男よ。まりやは男よ。分かったでしょ？達郎は女だからジャニーズの男どもに手を出すのよ。それならこれまでの言動が納得できるね。山下達郎はこれ以上表に出ると女であることがバレるからラジオでしか話さないんだよ。これまで信じてきたこと、見てきたことは何なんだろう。その気持ちわかるわ。でもそれが真実よ。僕は男？女？誰？いやー